い、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことであと 7% 頑張ろう。今のお願いはこんな感じです。それじゃあ高速スネークブロックでどこまでもスネークブロックが駆け巡るコースを作ってみたの。しかも高速で移動するスネークブロックだよ。誰かクリアできる人はいないかな。お礼は弾むよ、スネークブロック好き女子。それでは行ってらっしゃい。高速スネークブロックでどこまでも。高速っていうのがちょっと。ちょっと、私はきっと苦手な部類ではなかろうかと。思ったほど高速ではない。いや、しかしどうなんだ。ちょっと待って、もうちょっと飛ぼう。高速スネークブロックでどこまでも。オッケー。もしかしてこれより速いのもあるんかな。それを高速と思ってんじゃねえよとか、そういうパターンじゃない。どうでしょうか。はっ、よし。はっ、これは痛い。早く出てきて。早く出てきて。ほう。あ、待って、怖い。はい。キノコ。は、と。ちょっと待って。ああ、びっくりした。ちょっと一瞬めっちゃ怖かったんだけど。ああ。欲しかった。ワンナップが欲しかった。でも一応、中間まで来たよ。イエーイ。これは上に行くの？お。刺さったー。あ、待って、置いていかないで。間に合わんかった。くそ。高速スネークブロックでどこまでも。よし、頑張ろう。じゃあ、無駄にせんように行くわ。はい。ちょっとさっきは早すぎたんかな？逆に。あ！ちょっと待って。はっ。お？中間二つ目？マジで？え、ちょっと待って。はっ。え？ちょっと待って。あ！ああ、怖いんですけど。来ないでください。お、これは。イェーイ。もう一回ぐらい。おー、やったー。一番上。あ、一番上まで連れてってくれるんや、あれ。なるほどね。イェーイ。あと何段階？ 4 段階ぐらい？あと3段階か。あれ？これ、完成してもまだコースは余っとんや。そういうこと？今のお願いはこんな感じです。え、星4つがある。やば。パタメットを乗り継いで絶対無理やん。乗り継げません、そんなの。はい、鶴絡まりしお城にて。とある城に鶴を生やしてみた。その鶴を伝ってゴールできるか試してもらえないだろうか。ちなみに鶴は Y を押しながら L スティックで早く移動できる。ベテラン大工。それでは行ってらっしゃーい。行ってきます。鶴絡まりしお城にて。頑張りますか。待って。ちょ、待って、そこの。そこの。行くぜー。なんだか上から、おー、びっくりした。ちょ、待って、それ。え？ちょ、待ってって。あ、くそ。一手目出てそうよね。絶対、花ちゃん、どっかで。やー！
どっかで出会うと思ったんだ、はなちゃん。あ、中間や、やった。早くね。これ上はなんかあるんじゃないの？コインがいっぱいある。えーい。はい、入ります。お、これは。お。おっと間違えた。上に行きよった。はっ、怖い。よいしょ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 。ふえー。ああ、あー危ない。ちょ、はよ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 。にー、あー、ちょっと待って、下に行かんといかんかった。つれ絡まれし、後ろにて。行くぜ行くぜ。めっちゃはなちゃん怒りよんやけど。どうしたの？なぜにそんなに怒ってるの？はい、行きましょう。ゴー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 。痛い痛い。危ない。あ、危ない。はっ、イエーイ。上に連れて行かれてるやつ。お、扉。よいしょ。あざす。あ、ここまで連れてきてくれるんやね。お。なんだか非常に危ないんですが、大丈夫かしら。はなちゃんめっちゃついてくるし。あ、これは。やったー！はなちゃん頭にバックンフラワー咲いてるよ。そんなんやったっけ？やったね。これであと2段階 96% や。さあ次は、今のお願いはこんな感じです。もう一個くらい、なんかブンブンの夜な夜なパーティー。ブンブンってどんなんやった？蜂のやつ。風の吹く町にブンブンをいっぱい置いたのだ。これだけいれば誰もゴールできないだろう。もしゴールできたなら褒美を取らせてもいいぞ。匿名希望。それではお願いします。ブンブン、蜂みたいなんじゃなくって、え、どんなんやっけ。あの、なんかタックルしてくるやつ違う。これは踏んでも大丈夫なやつかな。あ、え、あ、そういう感じ。なるほどね。イエーイ。あ、あーあ、やっぱりこういうやつや。ちょっと待って、君。ああ、トゲ、トゲ生えてくるの。マジか。ブンブンの夜な夜なパーティー。Oh, yeah. いいえ、私が自力で行きます。大丈夫です。全然そんな心配してもらわなくても。おっと、そっか、あそこで急激に風がなくなるんやね。怖いわ。よいしょ、ちょっと待って。ほっ、なんだ、めっちゃついてくるやん。お、なになになに。お、ね、鍵は一体どこにあるんすか。ういー、これ、ちょっと。このね、急に風がなくなったりとかするけんさ、めっちゃこの加減が難しいんですけど、ういー。だってずっとね、スティックを入れっぱとかにしとったらね、お、早く崩してきて。ずっとスティックを入れ、いやー。入れっぱにしとったらしとったで、なんか行き過ぎたりとかするんよね。ブンブンの夜な夜なパーティー。ブンブンじゃなくドッスンにやられたわ、クソ。ポッテ。お、ゲン。はい、やったー。ゲット。ひぃー、やめてよ。ポッ。これ上とかなんかあるんやない？ポッ。ポッ。なんもないんかーい。あ、これ、待って、このツタで上がっていける。ほらほらほら。上がっていってなんなんって感じかもしれんけど。え、特になんもない？ん？なんもなさげな気がしてきたぞ。ひぃー！ちょっと待っ
なんもないやん。どういうことやねん。あ、落ちそう。あぶねえ。あぶねえ。ちょっと待って。は。あっこになんか。なんなんあの豚。おっと、あぶね。上？あ。ちょっと待って。いやー！あんなとこに中間の旗あった。ブンブンの夜な夜なパーティー。ゴー。ほっ。キノコ。へえ。いいね。はい。よいしょ。はあ、びっくりした。やめてよ、そういうの。落ちそう。箱は。はい、行くぜ。登って登って。じゃ、風がなくなってから降りよう。あ、ダメやった。よいしょ。あ、いけるいける。はい、中間。あのところに乗ったらどこ行くんやろ。あ、なんか上にあるね。キノコ！関係ないけど。これ上に上がれるやつじゃない？何今の音。また。また、なんか、ブンブン。ひえー、あー、流されるー。助けてー。んで？あ、びっくりした。一瞬行けんと思った。ちょちょちょ、怖い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 。あ、これ上に乗れんのや。普通に乗っていけるもんやと。え、でかくね？あれ、早いやつや。あの、骸骨のやつ。ちょ、いででででで。へい、お祭りや、お祭り。お、ちょっと待って。お、お。めっちゃ下の方。めっちゃ下の方。あの骸骨のやつ使ったら、もっと高いところから行けるってことかな。イェーイ。いいぞ、いいぞ。あと一段階やね。え、なんか震えてるんですけど、どうしたの？え？え、親方いなくなった？どうした親方？はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の再生欄、動画の概要欄に再生リストを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。もうあと残り1段階 1% っていうところで親方がヘルメットを残しておらんくなったんやけど、さらわれた？まさかの？そこもさらわれたの？なんてこったい。